せーの、塾で会議かっこかり。今ね30分話してたのよ。私たち一生懸命喋ったんだよ。いや、私だって喋ったよ。ここのゼロが動けばいいんだって。今まで散々やってきたじゃん、この10。そしたら、違う違う、ね、なんで撮れてないのってなったら、この人写真撮ってたんですよ。とっておきにあんな面白い話喋ったのに。どうしよう。3本動画撮った。じゃあもう一回喋るわよ。3枚写真が撮れた。はい。というわけで、最近どうですか？坂本さん、なんかいいことあったかしら。私は歩いてるから相変わらず歩いてまして、うん、まだ毎日歩いてんの？そう、そしたら最近だって真っ暗だもん。最近1万6000歩とか歩いてんの？いや、でも夏にすごいね。日中は辛いと学習して、うん、朝4時過ぎぐらいに尿意で目覚めるのよ。尿意？おしっこ。ああ。それでそのまま寝ずに5時から歩いて、うん、歩くのね。だってね、今5時台に歩かなかったらきっと犬の散歩とか無理でしょ。前前前10時ぐらい歩いてたんだけど、5時って何時？10時に歩いても35度とかなっちゃって、30度とか。一昨日私ゴルフ行ったんですけど、朝7時台にもう33度でした。でしょ、うん、それで、あの日中の30とか35度とか歩いてると暑すぎて、うんうん、今まではあ途中で気持ち、あのセロトニン、セロトニン、セロトニン、幸せホルモン、うん、あ気持ちいいって感じたんだけど、うん、暑すぎて全く感じなかったんだけど、うん、早朝で歩くと、うん、やっぱね気持ちよさ感じる。あ、そう、あのサウナの整うって感じ、だからいい汗が流れる、風が流れると、あそうね、体全体のエロモードっていうのかしら。エロモード、エロモード、気持ちいいんだよ。歩いててよくエロモード、ね、歩いてくる人の、ね、私全然エロモードなくなっちゃった。坂本さんどうしたらいい？歩きな。だから歩いて30分ぐらいに幸せホルモンが来るから、だから結局だからセロトニンと一緒で、うん、やっぱ更年期が上がっちゃったんですよ。上がってる、上がってる。だから更年期が上がると多分性欲とかなくなるらしい、うん、ないのないの、あるよ、すごいよ。だからそれはセロトニンの時に足から来る運動してね、タイプのおじさんとかがやっぱ同じ格好じゃないですか、うん、シャツ1枚で、うんうん、汗だくになってちょっと透けて見えたりするじゃないですか、うん、あ、なんかあるよ。わかる、わかる。まさか歩いてる人もさ、そんなことで見られてるってきっと思っちゃいないだろうけど、うん、あ全員じゃないよ、好きなタイプの人、うん、いやだからその好きなタイプの男の人がね、女子も歩いた方がいいと思います、きっと。日焼けとかも、いや私ね、だから見習って歩こうと思ってるんだけど、さすがにもう暑すぎて。あのね、聞いてくれる、みんなね、よくね痩せたいとかっていうね、体重は絶対痩せない。何せそれを1年前のあなたに聞かせてやりたかった。本当だ。1年やってるもん、ちゃんと。すごいよね。歩かなきゃじゃ無理。でもさ、今別にもう痩せたいじゃないよね。健康のためというか、うん、今ね、今は朝起きて測ると71キロ台なんですよ、うんうんうん、で帰ってきて歩いて帰ってきて2時間ぐらい帰ってくると、うん、69、70キロ、まあ、水分が抜けるからね。ダイエットはやっぱね3キロからスタートです、痩せて、うんうん、2キロ水分。そうだね、痩せないと、うん、だって歩くたびに幸せが近づいてくるんだよ。宗教みたいになってるけど。いや、あのね、じゃあこの時期って女の人が歩けないのは、うん、みんなメイクしてるじゃん、女は。で、汗かくから、うん、汗かくとさ、次また家帰ってもう一回メイクし直さなきゃいけないじゃん、出かけるときに。それがめんどくさい。顔洗えるじゃん、男の人って。そうで、ね、したくないだけ、ただ暑くて。あとゴルフ行くとき歩いてるからね、私。そうね、ゴルフ行ったらまあ1万5000歩歩くんですよ。そうですね。ただ、毎日じゃなくてもいいから、健康のために週に3日とか、そのぐらいでいいんですよ。うん、そう、健康大事、はい。夜でも暑い、今。暑い。暑い、9時とか10時でも。ただ、うん、まあ昼よりはいいよね、日がないからね、うんうん、なんかさ、ね、昼間にさ犬散歩してる人とかいるよ。あれも朝からいるあれでやめてほしい。朝のでも今もう7時台でもね暑いから、うん、この間さお昼ぐらいに歩いてたのよ、ダックスフンド、うん、でも私さ、すれ違う時にこう しゃがんで床触っちゃったの、下のコンクリート。もうでしょ、ってぐらい暑いの。だったら飼い主も裸足で歩いてみろって感じだよね。自転車だよ、飼い主。肉球がさ、それでも飼い主の言えないんだよね。あなた言いそうじゃん。私でもね、一人じゃ言えない、怖くて最近。今さ、変な人多いからさ、言えなくなっちゃった。そう、犬飼ってるとね、うん、ガーって集中しちゃってるから、うん、大変だな、ね。でもね、かわいそうだね、それね。で、いいことなんだっけ？あなたのいいことよ。違うよ、ほら、いいこと。自分がいいことあったのって言って。あったか、あったって言ったじゃん。その前にまずその。いや、違う。先に会話泥棒してたもんね。あ、そう？どうぞ。その話と同じあれでやろうと思ったんだけど。あったのよ。何？この間さ、こう歩いてたらさ、めっちゃ前からモデルみたいなクォーターぐらいのさ、うん、イケメンが歩いてきたの。 T シャツにこうタオル持って、うん、ウォーキングしてんのかなと思って、あんまり見ちゃいけないなイケメンだけどと思って、うん、ですれ違ったのね、うん、でその後信号があって座って止まってたの、うん、そしてなんか人影がいたからパッて見たらその人がいたの、うん、あれあの人すれ違ったって言ったの、うんうんうん、なんでこっち切るんだと思って、まあいいやと思って普通に歩いてたの小道を、うん、そしたらお姉さんお姉さんって怖い、あおばさんお姉さんって言われたのよ。で
え、すごいじゃん。すごい暇だったの。何にもな、ただ歩いてただけなの。行ったの行くわけないじゃん。びっくりする。行くわけないじゃん。なんで前なら行ったじゃん。でもちょっと前なら行ったね、絶対。怖かったのよ。いや、怖い。イケメンすぎて。私はすぐビビっちゃう、そういうの。綺麗すぎちゃったとか。イケメンすぎて。あ、だってこんなイケメン。何でかと思ったのも、普通の、隙がない。普通のおじさんに声かけられたら。じゃあ、20代、20代。あ、だから20代か30、30ちょっとぐらいで。あ、じゃあ、30代前後。何が目的なんだろう。超守備範囲じゃん。それは言えないわ。だけど、うん、行かなかったんだ。行かなかったで。なんで？いや、だから、ツボとか売られてるとこ見たかったわね。お仕事ですかって言われたから、はい。だから緊張しすぎて、はいしか言えなかったの。それどういう目的だったのかしら。はい、なんだ、お茶したかったんだって。それなんか、だからなんか、綺麗なお姉さんと思ったんじゃない？って、私が言っちゃダメじゃん。なんかね、交換した。LINE とか交換した。しないよ。だってもう、あの、いや、仕事ですか？はい、仕事です。つって、うん、もうさっと終わり。行っちゃったもん、私がスタスタスタ。え、つまんない。その時は怖かったのよ。後ろ振り返りながら、怖かった、ついてこないと思うけど、だってロマンス詐欺かもしれない。ちょっと嬉しいよね。ロマンス詐欺だったんじゃない？ロマンス詐欺だよ。あ、でも本人分かってんじゃん。本人分かってるからいいじゃん。顔とか。ロマンス詐欺でもね。次会ったら、ちょっとお茶ぐらいしてみようかなと思うよね。そうだね。うん、次会ったら、ロマンス詐欺ですかって聞いてみたら。カメラ回していいですか？やっぱそっから一つ超えてほしい、うん。でももしかしたら、あのね、だからね、本当に興味ないの、男に今。え、なんで？だからもう、さっき言った話、あの、体が。だいぶ前から、だいぶ前から荒木さんそう言ってるんですけど、でもね、好きな人できたのっていう繰り返しを私たちはこの数年見続けてるんですよ。でももうないでしょ、この3年ぐらい。え ?3、4年ないよ。あんまり言っちゃいけないけど。いや、ないよ、ないよ。え、好きな人できたのもないでしょ。いや、好きな人じゃないけど、でももともとなんだろうな、好きな人、こういうタイプはさ、今何もないないって言って、落ちちゃったっていうのが絶対嘘じゃん。まあまたすぐそういう人が登場すれば、だから入るじゃん。性欲が落ちたんじゃなくて、性欲を沸かせるような男に会ってないだけでしょ今。あ、暑いからだよきっと。このクルッと暑さ、さすがにさ、性欲ないよ。暑かったらさ、夏本番これからだよ。寒い時だよやっぱり、男の肌が恋しくなるのは。それか、恋しくならない。それかね、あのね、真夏じゃないよ。暑いもんね。だって手つないで歩くのも嫌じゃん今。何もする気起きないもん、さすがに。人にも会いたくないし、うん。え、じゃあ運命の出会いを逃したかもしれないのね。それかロマンス詐欺を逃したか。ロマンス詐欺逃したね。というか、どういう気持ちで何を考えてるのかがちょっと知ってみたいな、ね。うん、だから興味として、例えばそれがロマンス詐欺ならば、うん、どういう流れで持ってくのかなとか、そっちに興味がある。でもね、当の本人はそういう時に何も言えなくなる。イケメンすぎて、はいしか言えなかったね。わかるわかる。めっちゃ気に入った。モデルさんかと思ったの。私もね、ハーフの今ある、あの、美女恐怖症とかあるじゃん。綺麗すぎちゃうと、あ、イケメンすぎちゃうと、うんうん、苦手なイケメンとか美女の人って会話がしにくいじゃん。店番してても、うんうん、すごい綺麗な人が来ると、うん、なんかギャグっぽくって言っちゃいけないんだとか、うんうん、苦手。なるほどね、うん、だからちょっと可愛らしいぐらいの方がいじれるとかでしょ。そう、うん、穴膨らんでるねとか言っても言わないでしょ。それ冗談で書いてくれる人の方が楽なんですよ。美人って怖い。ああ、それも分かる、言ってる。怖い、私たち怖い。だからあなたはさ、私たちをさ、こんだけ散々喋っておきながらさ、美人とは喋れないのよってこれだけ言われたらさ、ああしか言えない。ほら、人となり分かるといいんだけど、ね、最初の美人って怖いんですよ。まあ確かに気遣うよね。すごいイケメンとかだと、なんで私と喋ってくれてんのかなとか、うん、なんかちょっと疑っちゃう。だから本当ロマン詐欺かと思うよね。ロマン詐欺かと思う。一般の社会って美人って生きにくいってそういうことですよね。今度さ、ロマン詐欺したことありますかっていう取材行ってみる、外行って。ロマン詐欺したこと、でもさ、結構引っかかってる人いるんだよね。いるよ、いるよ、私の知り合いびっくりするよね。あと気づかないんだよね。何人かいる。なんで引っかかっちゃうんだろうね。やっぱ一回もう好きって言われたことのない人は好きって言われちゃうから、あと嬉しくなっちゃう、うん、あのもうなんつうんだろう、もう好きって気持ちになっちゃってるから、うん、違うんだっていうのは消えちゃうんだよ。あの自分が間違ってることをしてるって思いたくないから、うん、そんなはずはない、そんなはずはない、うん、みたいな感じになっちゃうんだね。こんだけ入れてんだから絶対みたいな、そうだね、うん、それ人間の心理をうまくついてるんじゃないの、うんうん、前ね、私にお金貸してくださいっていう、まあ、女性がいてね、うんでね、何に使うのって言ったら、いや私の彼氏ができたんだけど、会ったこともないんだけど、アメリカに住んでてどうのこうのでって、ちょっといくらいくら必要だから自分は用立てできないから買ってもらうって言われたことがあって、それもいやいや、それ何で出会ったのって言ったら、フェイスブックって言って、相手の人のと喋ったことある、電話データあるって言って、動画で喋ったことあるって言ったら、ないって言ったから、うん、それは多分ね、あの申し訳ないけどロマン詐欺だと思いますよって、うんうんうん、1回でも会えば、うん、まだあれだけど、会ったことのないでしょって言って、うん、でも
あなたに会いに行くためにお金が必要だって言ってるって。そんな話テレビで散々やってるじゃんね。でもさ、オレオレ詐欺と一緒なんだよ。一緒だよ。気づいた。いや、それで諦めた。お金貸してくれないならいいですって言って。諦めた。じゃあ強すぎ貸してくれる人を探しに行ったってことでしょ、うん、いやでも私もかなり言った。だってそんな 100% ロマンス詐欺じゃんね。会ったことない人だよ。幸せだからいいんじゃないのかしら、まあ、でもさ、例えばその間楽しい気持ちになったからそれを買ったんだなって諦められればいいぐらいの金額的にね。でもさ、普通さ、友達にだってなかなか金貸すの考えるよ、うんうんうん、でも会ったことない人にお金よく渡すよねって私は思っちゃう。そう、そう、そればっかはさ、そうなっちゃうんだよ。この LINE とかの、あの自分たちだと、それだけ相手は上手なんだよね。でも全部あの AI じゃないけどさ、全員に同じことを送ってる。ニュースでやったら、そういう人たちも、うん、もう上から上から上から来るから日々進化してるから、うん、ね、怖いよね、うん、だからこう悲しくてええとかって言うけど、うん、小さになると分かんないから、うん、本当は、うん、ね、私のことすね、好きって言ってくれてるのみたいな、ほらあと大事にしてくれてるのにみたいな感じになっちゃうんだろうね。私にはこの人しかいないって、将来一緒にいてくれるって言ってくれてるとかさ、うん、あとは絶対お金渡してるはずじゃん、その前に渡してるかも ね、うん、ちょっとちょりんちょりんはね。そう、ちょっとお金持っちゃってるからいけないんでしょうね、うん、そうだね。いやー、怖いね。いや、怖いね。そんな身近にいるんだね。本当に